手持ちのバッグに B 缶とショルダー紐をつける方法を紹介します。 B 缶のついてないバッグに後からこのように縫い付ける方法と、移動缶を使ったナス缶付きのショルダー紐を紹介します。材料はこちらです。 2.5 センチ幅の紐と、こちらはテープショルダー用のパーツセット、プラスチックのものでも大丈夫です。それと D 缶を通す布2枚、これは紐で代用してもいいです。こちらは手芸店で見つけたのですが、バラバラにパーツを買うよりもセットになっていてお得です。インターネットでも購入できます。開けてみると 2.5 センチ幅のナス缶が2つと D 缶が2つ、それとベルト送りです。別々に買ったものを使っても大丈夫です。紐は110センチから130センチ使います。好みによりますが、先の方で少しだけ調節するなら110センチでもいけますし、少し長めで余裕が欲しいときは130センチぐらいがおすすめです。はじめに布を D 缶に通すために折って縫います。内側に向かって折って、両端に端ミシンをかけます。今回は縫いやすいように布で作りましたが、紐を7センチに切って使っても良いです。こちらのバッグの横に D 缶をつけてみます。横の上から 1.5 センチに印をつけます。裏側を上にして線に合わせて1センチ下を縫います。上端から 1.5 センチに揃えて、この端から1センチのところを縫います。この反対側の方は軽くさばいて糸を切り揃えておきます。 D 缶を通して今縫った布の端と付き合わせるようにします。四角に縫って縫い留めます。このようにつけられました。次に紐にナス缶と移動缶を通します。移動缶にベルトを通します。4センチぐらい引き出します。それを向こう側に折って、端を内側に折り込みます。ここは測らなくても大丈夫です。この端を縫います。反対側からナス缶を通します。縫い目を上にしてねじれないようにして、ここを通します。これで片方がつきました。反対側にもナス缶を通して3センチぐらい出して、端を内側に折り込んで縫います。これで調節できるショルダー紐ができました。さっきつけた D 缶につけるとショルダートートバッグになります。こち
らは先日作ったトートバッグですが、こちらにはもう直接縫い付けて使っています。使わないときは内側に入れて D カンをつけていると、紐も内側にきれいに入るので、ツーウェイの使い方ができます。こちらのようにナスカンを通さずに直接に D カンにつけるときは、移動カンをつけてからナスカンに通すときと同じようにバッグの端に通します。